超料理の森山チャンネル。今回はですね、テレビのお仕事でちょっとおせちを作ると、いうご依頼があった流れで、これだけの食材が揃いました。これだけありすぎるんで、ちょっとカメラ固定できない、僕のレベルではカメラ固定できないんですが、この食材を使って、ペペロンチーノを作ろうと思います。ただこれだけの食材がありますけど、やっぱりカットしたりなんだりはこれからしますので、ひとまずこれだけの食材たちを使って、ペペロンチーノを作っちゃうとどうなることなのかを、これからお見せいたします。先ほどご紹介した食材を、こんな風にカットしました。これだけの量の具材が入るともうパスタがメインというよりも本当に食材メインって感じになりますけれども、これを全部入れてペペロンチーノを作っていきます。では、ペペロンチーノを作っていきます。まず、ニンニク1個をみじん切り。そして、オリーブオイル。オリーブオイル大さじ1。で、これを添加。こっちはちょっと火力が、私の都合で火力が弱い方なんで、ニンニクはちょっと香り出るまで少し時間かかりますけれども、一応ペペロンチーノですから、ちょっと間が空きますけどね、間が空いちゃいますけれども、今火力は弱い方で全開です。これでちょっとずつ火が出て、オイルが温まって、ニンニクに香り付けができてくると思います。間延びしますね。YouTube の、セオリー的にはアウトなんですが、実際これぐらい時間かかりますよみたいな設定で、動画を撮影してますので一切カットはいたしません。お付き合いください。やっと来ました。来ました。香りが出てきました。最初は強火だったんですけど、このぐらいになってきたら中火ぐらいで落として香りを引き出します。ニンニクの香りを引き出してるところに、宝爪の輪切り、ビョン。で、これも、さらに香りを引き出しますんでね。これもさらに香りを。いい香りだ。香りを引き出して。で、この引き出したところに、具材としては紹介してなかったですが、玉ねぎのみじん切り、ビョン。ちょっとこう炒めてきますね。そしたらですね、もうここからは、おせちで、煮た具材なんで全部一気に入れていきます。まず、もうどんな順番でもいいんですけど、ひとまず、今回のメインだったクワイ、ビョン。そして、大根、人参、ビョン。そして、かぼちゃ、ビョン。ちょっとここで一回混ぜていきます。混ぜ混ぜしていきます。今もう超弱火です。そして、タケノコ、でん。そして、レンコン、でん。そして、カズノコ、でん。そして、栗、でん。そして、シイタケ、でん。そして、かまぼこ、でん。ひとまずこのあたりをこう入れます。これは全部ね、そのままでも食べられるやつばっかりですから、なんて言えばいいでしょう。温まれば OK。温まれば十分。そういう感じなんですけど、一応今弱火でこの具材たちを全部入れるのを、なんて言えばいいんでしょう。紹介中なんですが、ここでちょっとですね、イレギュラーがちょびっとあったんで、喋りで保ちられてる流れでの、こんにゃく、でん。そして、これ、他にもうちょっとあるんですけど、それ以降は、麺と絡むときに合わせようと思います。では、そろそろ麺が茹で上がるので、ここで、具を、温めていきます。そこに、この、煮物を煮た煮汁。これも分量は出してないけど、後で説明できればと思います。これ 180cc ぐらい、ビーン。これで、具をほんのり温めていきます。
はい。今、そこで、はい。麺が茹で上がりましたので、投入していきます。じゃん、でん。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 お。でんと。はい。お、お、お。まあ、ペペロン、ペペロン、一応ペペロンチームですよね。一応ペペロンチームなので、まあ、なのでというか、ペペロンチームなんですが、具がたっぷりすぎて空気感が。で、まあ、これでこう、おっ、おっ、おっ、絡めていきます。今、絡めていきます。そこに、まあ一応パスタは、茹で汁。おぉ、もう飛んでっちゃうんですよ。具が多すぎて。よっ。よし、おっ、おっ。これで絡んだところをちょっと味見。うん、まあ今回もまだ一切塩してない状態ですけど、食べるとちょっと薄いんで、ちょっと塩。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆぐり。まあこれでもう一回。うん、もうあっさりここでいいかなと。でここで火を止めてですね、やはりバター15グラム。そして、パルメザンチーズ。そして、エキストラバージン。で、これを絡めて。そこに今回は、実は、その、柚子。おせちの時に柚子釜の黒豆にしたんですが、柚子の果肉、ビヨン。これで柚子の香りが。およ、およ、およ。おい、おい。では、柚子も入ったんで、これから盛り付けていきます。では、盛り付けていきます。まあ、実際はこんだけの量できてますんで、まあ、2人前以上ありますね。ひとまず、盛ります。どんぐらいパスタいけばいいかな。まあ、あとは具ですね。具を、はい。具です。みたいな。具をたっぷり。プリター。具たっぷりですね。具をたっぷりと。どうでしょうか。もう具だけです。具だくさん。具だくさんです。パスタよりも具みたいな。ひとまず、これぐらいの量を盛りました。そしたら、また、なんて言えばいいですか。もう、ビジュアル的にどうこうもあるんでしょうけど、ひとまず、パルメザンチーズ。そして、エキストラバージン。はい。そして、パシリー。はい。これで、おせち具材を使ったペペロンチーノ完成です。試食に入ります。おっさんの試食シリーズ。今回は、久しぶりに、テレビのちょっとお仕事をいただいてですね、ちょっと早いんですが、おせちをテレビで紹介したいということで、作った料理。その煮物とかいろんなもの、結構やっぱりね、おせちいろんなものが詰め込まないと見栄えしないんで、だけど一箱だけ作るとどうしてもいっぱい余ると。その残り物で作った、俺の、余り物スペシャルパスタ、おせちの。まあだから具はたっぷりです。まあ一応ペペロンチーノっていう定義はしてますけども、ほぼ野菜。野菜と、まあ、魚と、鶏。まあまあ、もう本当にたっぷりです。では、いただきますなんですが、実際はもう本当に、こんな、普通にパスタです。いただきます。
うん。あ、パスタが鼻に入りました。っていうか、ペペロンチーノなんてやっぱ結構効くんですよ。辛いのが。うん。いやー。効く。あー、辛っ。鼻に入った。鼻に入ったから辛い。うん。でも、お味は、もう、野菜たっぷりで、優しいお味です。まあ、これは、もし試すとしたら、まあ、そのスーパーで売ってるお惣菜の煮物とか、まあ、そういうものを買ってきた時に残ったものを、投入するという考え方の方がベストかなと思います。まあ、そんな時あったら、ぜひ、お試しください。それでは。